どういう対決？寄った人、うん、一番寄った人、負けたらスパム1個。いいね、スパム1個でいいの？スパム1個でいいの、うん、じゃあここが、あ、じゃあ1位が2点、2位が1点。さっき直伝してもらったプロップショット、プロップショット限定ね。なんそれはいいでしょ、自由にやらせよ。だってそんなの転がしたら簡単じゃん。いやいや簡単だもんな。簡単なやつでやってよ。試合でやんないでしょプロップショット。試合でやんないよ。え？簡単なやつでやってよ。じゃあ好きにする？うん。好きにして。いいよ。これ簡単だもん。うん。うまいよ。簡単だっつって。うまいよ。マジ？簡単だって何回言ったり、何回言わせんのよ俺に。めっちゃ食われた。ギリギリギリ。いや、カッチャさんってうめえよ。やっぱ師匠がいいとさ、師匠がいいとやっぱね、弟子が抜いちゃうよね、師匠は。あ、やった。マイナス1。終わった。マイナス1、1、2。2番ホールどうぞ。誰が決めます？2番に打ったからテレキ。じゃあこの ここにしよう。ここ、ここプレースドロップ、ドロップ、この砂にドロップ、砂の中にドロップ。ラッキー。うわ、生茶、生茶、まずまずですね。ちょっとドロップ違います。何何何、この砂にドロップする。おばっけーな。はまれ。あれ、あれは勝ちたいね、さすがに。ここ押しっぱだと仮定されるらしい、うん、うまい、うまい、いやうまいっすね。ここでしょ、砂。なんかピンボケしてる。勝谷さんが余計なことする押すから、なんかピンボケしちゃった。どこどこどこ。タッチしたから。大丈夫。緩まない。マイナス1でもいいよ。ざっくりざっくり。燃えるね。そんなこと。お、え、うまっ。どっちだ？あ、ショットさんかな。いや、うまいね。でも師匠すごいっすよ。ミスしてもいい感じになる。そう、そういうあれなんですよ。師匠やばいっすね。俺やばい。はい、ゼロポイント。3点3-1。これ3-1っすよ。3-1-1。3ホール目です、うん。ドロップ、うん、生茶。これはもう
俗に言うイージーアプローチってやつじゃないですか。もうベーシックなやつね。あら、あらららら、まあ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 、縄ちゃんに当てちゃっていい？当てても距離ですよ。まあ1ポイントは取ったかなって感じかな。カメラ重いから持ったことやな。逆にこのくらいの距離がちょっと怖いよ。いや、うまい、ね、うまっ、ね、どうしたんですか。何何それ。どうした？なんかやった。歓喜の前。あらら。あらら。行くでしょ、行くでしょ。あらら。あらら。俺1位だな。え？そう。いやいやいや、翔太と試せんよ、俺。俺ダメだな。転がんなかったな。あ、勝谷さんの方が近いわ。でしょ？あ、勝っちゃんだ。あ、近い。おーい。ダントツ。もう2点。やば。めっちゃ負けてる俺。じゃあ俺向こう行こう。ああ大丈夫かな。大変そうだよ。指導してる。師匠。やりますよ。師匠超えた。師匠超えるの早いな。普通に上手くないですか。上手い。ここのなんか薄そうなところにドロップで生茶、うん、ドロップ生茶、うん、これちょっと強いとあのグリーンオーバーしますから。12時にゴルフ終わるっていいよね。いいね。暇だわ。来ようかな。いや、いいよ。なんすかそれ。え、うまくね。何師匠。スパムおにぎりそんな食べたいの。いや、スパムおにぎりまだストックあるし俺。嘘。まだ1個ある、あんな転がん。師匠、師匠、師匠ずるくないですか。ずるくないですか。何がずるいですか。別に当てたんですよ。え、師匠何がずるい。師匠今のあの審議っすよ。何え、真面目に何がダメだったんですか。えエッジでだいぶ殺したっすよね師匠。いやキャリーしたでしょ。グリーンしてない。してない。嘘。いやでも全然それずるいな。いや全然ずるくない。全然ずるくない。尾崎さん、あマイナス1なんですか。よっしゃ追いついた追いついた。抜かした。なんで止まんないの。ハッチャさんダントツ。ダントツ7点。俺2点。1。翔太めっちゃ翔太弟子にしてあげようか。俺がハッチャさんうめえ。俺が師匠の1番弟子だからお前2番弟子な。次僕ですか。うん、5ホール5ホール目。いや、生きてる。リボットから生茶。お、えぐいね。これかなりえぐいね。師匠も S ですね。うまい。師匠マジうまい。やっぱ俺の師匠だわ。これさ、最後にやるやつが一番デボットきつくね。リボットに入れなきゃダメ。はい、入れなきゃダメなの。めっちゃえぐって勝谷さんに不利にする。いやずる。いやうまいうまいうまい。いやうそ、うちが入れられた。最悪。それずるくないですか。トップさせたでしょ今。いやうまかったな。でも何とも言え、何も言えない。うまいから勝谷さんは王道でいく。師匠、俺は師匠に教わったんで
ですよ。マイナス1位ですよ。タダみたいに翔太2番弟子はやっぱりあの教えが行き届いてないんでタダみたいになってるんですよ。俺は師匠にも見習ってちゃんと王道で行きますから。いや俺のだけどあれダメでしょ。いやそれはないって。それはずるい。それはずるい。それやだ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 。それはやだ。いや当てられた方は違うんですよ。ゴルフのルール知ってますよ。当てられた方は戻せるんですよ。じゃあいやでも出ましたよ師匠。いや出したんでしょ。出したんでしょ。邪魔するかな。だからこれが俺の師匠じゃないってことですよ。いやどんだけくっつきたいかっていう。いやだ。いやいや僕が1点。そんな感じでラストホールです。俺さ。えラストホール。3 7。やばい。ちょっとじゃあちょっと逆転のチャンス欲しいですよね。誰ショーターが決める番だよ。7 3 3。どうします。師匠。師匠まあでも俺師匠の言うことは何でもすから、ね、いや師匠があの自分のあの師匠のあの熱を下げて逆転したいって言うんだったら弟子はやっぱり従いますよ。みんな3点で最初の勝負。マジっすか。やりますか。カッチャさん4点にしましょう。4、3、3で逆転のチャンスをちょっとください。オッケー。師匠崇拝してるんで。生ちゃん。あ、やった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 。思い通りだったわけは。どうですか。グリーンキャリーさせるつもりなかった。ないないない。あのラフぐらいかなと思って。それだから2番弟子って言われんじゃん。入ってねえけどな。以上俺決めます。この最後の1球に今まで教わった全てのことを。YouTube 考えてね。YouTube だよ。以上に教わった全ての。YouTube だよ。ここで。YouTube だ。無難に言ってまあまあうまいし。うめえな。これが師匠に教わった技です。今までの俺だったら僕どうしたらとりあえず翔太さんより打ち入れたら勝ち。うん俺が負け、ね、翔太が負けるね。どっちが近い。勝田さんの方がやっぱ近い。近い近い。入れるぜ。おっあいった。いった50万ぐらいもらっとくか。ちょっと笑っちゃった。やっぱり2番でしたな。お前は。俺はしっかり良きだった。笑わせないで。大丈夫だよ。スパムぐらい奢ってもらおう。やったよこれ。やった。ゴチです。ねえ、笑っちゃったもん今。もう一回打たせてください。もう一回笑っちゃった。いやいや当たるか別に。痛いとか言って。いや地味に痛いよマジで。あーもうダメだ。いいっすよ別に。ごちそうしますよ師匠。いいな。笑っちゃったよ。師匠よ。やっぱ奇跡を起こしますね。どうしたら人の服を笑ってんの。え、避けた避けた。こっち避けた。こっち避けた。あ、来たとか言って避けやがった。多分こっちは避けてなかったら、こっちは当たってたのに。避けたから俺に当たった。反射神経はいいもので。いやこっちにカメラ持ってるから不利じゃん。そうそうそう。こっちに集中してたけどさ。ああ涙出てきた。いやひどいわ。いい動画だよ。でも大丈夫。防弾チョッキ着てたから大丈夫。ここだよ。ああ面白い面白い。今日はそういう日かな。そういう日だな。打ち込まれる日なんだよ。俺スパムあるからいらねえよ。皆さん打ち込みにはね注意してください。ありがとうございました。
ました。帰ろう帰ろう。